3番手が3番ドリームバレンチの4番手集団の大外に8番ワイドバッハが上がって4コーナーカーブから直線残り200を切って先頭は4番ダノンレジェンド2馬身のリード2番手3番ドリームバレンチのがもう一度差を詰めてくる3番手9番タガノジンガロが上がってきたその後は10番ジョーメテオとワイドバッハ先頭は4番のダノンレジェンド重賞連覇ゴールインで3番手から2番タールタン追い上げてさあ残り100を切って先頭は6番ダノンレジェンドですダノンレジェンド2連覇達成ゴールイン何が抜けるかグレイスフルリープ12番ブラゾンデリスこの糸が抜けてくるあとは9番キングズガードが追い込んできたさらには10番ドリームバレンチのうちが3番錦毛の100を切って先頭は12番ブラゾンデリスです体半分のリードゴールイン200を切りました。ブルドッグボスが先頭だ。エイシンバラー2番手。内からキングズガード。外からラインシュナイダー。グレースフリープは5番手交代100を切りました。ブルドッグボス。そして内からキングズガード。外から1番のエイシンバラー。3頭1段となってくる。さあ3頭になる。100を切りました。サクセスエナジー。外から1番ヤマリンアンプリメ。ヤマリンアンプリメ。迫ってゴールイン。2向く残り200を切って4番ラプタス先頭だ2番手には5番サクセスエナジー内から12番サクラレグナムその外を上がってくる2番帝王ジーニアス今3番手から2番手接近100を切りました4番のラプタスが4馬身から5馬身のリード2番手に上がってきた帝王ジーニアスでゴールイン3馬身のリード残り200を切りました岩田康成テームサウスさんが抜ける5馬身のリード2番手集団は混戦と変わった3番グリムそして8番モジアナフリーバー7番のスリーグランドこれが2番手まで上がってくる先頭は11番テームサウスさんですゴールイン2番手7番スリーグラウンドからサクセスエナジーしかし先頭は3番イグナイター2番手は3頭の争い先頭イグナイターエナジー4頭広がって直線コースに向く残り200を切りました4番のシャマルが抜ける2馬身から3馬身のリードヘリオス2番手内から9番イグナイターが現在3番手そしてサクセスエナジーと2番のラプタスがついで100を切りました先頭は4番のシャマルですゴールイン2番手11番ヘリオス